こんにちは、カニタンです。こちらは神戸のハーブ園です。三宮に到着。北の坂の手前までやってきました。信号を渡って左折すると、有名な老舗の喫茶店、西村コーヒー店、中山手本店です。外で撮影していたら、待ちくたびれた店員さんがドアを開けてくれました。戦後の1948年に開業しただけあって、趣を感じます。ケーキが並んだ冷蔵ケースがとても気になります。コーヒーは人気の銘柄がずらり。アレンジコーヒーも用意されています。ランチもありました。ベーコンエッグのトーストサンドやグラタンも気になりますが、トロ&デリカデッセンのハムを乗せてあるトーストを選びました。朝食セットは900円です。サラダセットの方がタンパク質が多いようです。ケーキや焼き菓子が全部で15種類もあります。バスケットランチが来ましたよ。カフェオレがたっぷりで嬉しい。ハムに具が入っていて楽しかったし。そしてスープにはアサリとジャガイモがゴロゴロ。マンハッタンクラムチャウダーですね。こちらが店舗情報です。美味しかった。この後元町方面に来ました。大丸松坂屋のゴールドカード会員のラウンジを利用しようと思います。会員は全国の店舗のラウンジが利用できます。バーコードをかざす場所はどこかな。困ってたら助けてもらえました。年会費1万円なので元が取りたい。ということで飲み物をもらおうと思います。ティーバッグ類やコーヒーマシンがあります。氷を入れてマシンにセット。あれ、スイッチを入れていないのに何か出てきました。自動で洗浄作業が始まっちゃいました。仕方ないのでもう一度作り直します。他のゴールドカードと比べると年収の規定がないため審査は優しめ。食品などを除いて割引が 5% 以上あります。大丸の西側がすぐ南京町なので夕食を食べに行きましょう。こんばんは。こちらはホテイさんの中華バージョンかな。長安門からスタート。食べ歩きやお持ち帰りのできるお店が何軒もありました。食べたい、でも夕食はもう決めています。あ、焼き小籠包が。いや、私の胃は小さいからこれを食べると夕食が入らない。このように葛藤を繰り返していると、わあ、綺麗。このイルミは名前があるのでしょうか。南京町のルールがあるんですね。綺麗に保ってくださっているのがわかります。西の端にある西安門に来たので、少し戻って左にあるこのお店、本格的にラックが食べられる花宝というお店です。セットメニューが充実しており、2から3000円で北京ダックがついてきます。これはお一人様に優しい店ですね。ジェンジャオロースのセットにしました。エビマヨもサクサクして美味しかった。北京ダックが来た。2枚ですけどね。ビールもすでにスタンバイ OK。 皮にダックと白ネギ、キュウリを乗せて味噌味で食べます。まったりした味噌とダックの油がキュウリのさっぱり感で現れてとても爽やかです。明くる日のランチタイム、
さっぱりとした和食の旨味が恋しくなりました。せっかく西日本に来たので、色は薄いが、出汁の効いたおつゆに出会えるはず、と思い、麺屋、小狐庵に来ました。営業時間は11時から17時。ランチセットにしようと思いますが、うどんもそばもメニューが豊富、驚きました。あんかけうどんに、じゃこ飯、揚げ出し豆腐。糖分が多めの食事ですが、神戸で安い和食店を見つけるのは難しいです。美味しい、旨味を堪能できました。あんの中の塩分が麺に絡むので、だいぶ塩分を取りました。後で野菜ジュースを飲み、カリウムを補給したので、塩分が排出されやすくなったかな、と思います。場所はこちら、新神戸駅の方が近いですね。この日は夜に行きたいところがあるので、早めの夕食を取りたいと思います。プロインドリープ、生田店。神戸で創業し、間もなく100年を迎えるそうです。教会をリノベーションしたカフェで有名なお店ですよね。1階はパンや焼き菓子のショップになっており、アンティークな雰囲気のある階段を上っていきます。これはおつまみかな。ラストオーダーの17時直前だったので、ケーキ類は売り切れということでした。お客さんたちの楽しげな会話がちらほら聞こえます。オリジナルローストビーフサンドイッチが評判なので、それにしました。クッキーがすぐ出てきて、サクッとして美味しかった。ボーリズ建築という高い天井の建物、季節柄クリスマスツリーもあります。素敵な場所に来れてよかった。ハッキー気分。サンドイッチはマヨネーズ風のソースで味付けされていましたよ。ごちそうさまでした。外はすっかり暗くなり、イルミ点灯。楽しそうに写真を撮る人やワンちゃんたちを見て、さらに幸せな気分になりました。階段が苦手な方に優しいエレベーターもあります。プロインドリーブは三宮と新神戸の中間くらいですが、新神戸の西側のロープウェイで神戸布引ハーブ園に向かいます。こちらから乗り場に行けるようです。行きは20時15分、帰りは21時が最終のようです。こちらが営業時間と料金になります。イベントの時の時間と料金はこの表にはありませんが、私は2300円払いました。ゴンドラですね。順番が来ました。出発進行。わあ、夜景が綺麗。ハーブ園山頂駅に到着。やったー。イベント会場はこのように光と自然がマッチした素敵なところ。感動ものです。地図を見るとロープウェイを降りてすぐクリスマスマーケットで、かわいい小物たちがいろいろあります。木製のクリスマス用の飾りが、こんなライトもあるんですね。若い人がたくさん訪れていて活気があります。食事の場所が少なく夕食難民が出ていたので注意が必要です。そしてハーブ園の売店も覗いてみました。ドライフラワーやハーバリウム、あ、天然のハーブティーがあります。無添加のラベンダーティーを探していたので嬉しい出会いです。やったー。隣の香りの資料館も見学。アロマティカス、
サラダで食べれるそうです。ラバンディンラベンダー、スペアミント、ドッグローズ、実はビタミン C が多い。これは香水を作る装置のようです。では最後にクリスマスツリーを見に行きたいと思います。坂道をどんどん下っていったら、霧の中からツリーが幻想的に浮かび上がりました。これは25メートルのメタセコイアの木を元にしています。とても神秘的。このまま下っていくと風の丘中間駅に行ってロープウェイに乗れそうな気がするのですが、クリスマスツリーの下側は行き止まりになっていて、警備の人に睨まれた気がしました。坂を登って山頂駅に帰らないといけません。振り返るとやっぱり素敵。頑張って登りますかね。私の足にはトラブルがあって、坂道は急勾配、確認が甘かったのです。せいぜい、はあはあ。今日は運動もしっかり行いましたので地上に帰ります。光の海にダイブするような素敵な光景ですよ。ジェットコースター。わかりやすい地図はこちら。琴の箱、神戸から行けます。新幹線からのアクセス抜群です。以上、行けなかった場所も多かったですが、神戸はとても楽しめる街でした。この動画の情報がお役に立てれば幸いです。